はい皆さんこんにちはジャパンの自給者調教師の中条大樹ですえー、本日はオーストラリアでねあのバルシンナレスさんについてのあのちょっとまあ気になるっていうんですかね、まあ、コスト面についてね少しね説明をさせていただきますでまずオーストラリアのレース体系なんですがあの3つに分かれてますね まあ、ニューサースワイルズなんですけど、あのー、まあ、クイーンズランド、ニューサースワイルズは3つに分かれてまして、ビクトリーは確か2つに分かれてます。まあ、メトロクラス、プロビンショナル、カントリーの3つで分かれてます。で、これはあの、中央競馬と地方競馬、日本のような、そういう形ではなくて、あのー、全部があの、一緒ですね。だから、カントリーで所属してようが、メトロで所属してようが、 あの、まあ、カントリーの馬でメトロのレースも出れますし、メトロの馬でカントリーのレース出ることもできます。で、ビクトリーの場合はカントリーとメトロだけになりますね。で、月々の、まあ、あの、そうですね、レースに使っている時の馬のコストですが、まあ、メトロ、そのブリスベン、シドニー、 メルボルンだったりとか、あの、まあ、大手の旧車が集まる、えー、メトロポリタンの旧車ですが、大体おおよそ、まあ、月6000ドル以上かなと推測しています。で、プロビンシュナル、えー、まあ、メトロポリタンから近郊、都市近郊の競馬場に所属する旧車,旧車ですね。まあ、それが大体ま、5000ドルぐらいですかね、月々のコスト。 で、カントリー、えー、僕らとか、えー、まあ、いろんなとこにお世話で、ね、カントリー競馬場いっぱいあるんですが、そういうところに所属する馬たちのコストは、まぁ、あ、大体、多めにちょっと見て、まあ、4000、月4000ドルぐらいですかね。で、正直、まあ、日本の JRA とかと維持費と比べると多分だいぶ安いと思うのですが、その代わりあの、まあ、前回の動画でも説明させていただいたように、 二枚金だったりとか、あの、運送代とかっていうのがね、あの、出ませんので、また賞金もね、やはり JRA と比べてしまうと低くなりますので、ただオーストラリアはね、今ね、競馬バブルなので、どん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 賞金上がってるので、あの、これからもどんどん上がる可能性もあるんですが、ただやっぱり JRA と比べてしまうと、賞金は少し少なくなると思っています。で、 まあいろいろと、そうですね、そのコストの中でも、やはり、あの、想定費だったりとか、餌代、施設の使用代だったりとか、まあいろいろ馬の輸送代とか、まあいろいろあるんですけど、まあその中でね、一番ね、あの、割合というか、あの、レースに出てる時の馬の,あの多くの出費が何かっていうと、あの、レースの登録費、えー、ノミネーションの、あの、 費用で,すね、で、その辺をね、ちょっとね、あのー、まあ、どういうシステムなのか、あと、ま、コスト面も含めてね、ちょっと説明させていただきたい、いただきたいと思います。まず、あの、ノミネーションというのがあります。これがレース登録ですね。あの、まあ、大体レースの4日前あたりに締め切られるのですが、まあ、出したいレースがある。まあ、それに登録をします。で、このレースを登録したときに、レース登録料というものがあります。で、週によって、 違うのですが、ニュースアスウェールズだと、メトロでだいたい1つです。120ドルぐらい。プロビンシャル33ドルで。カントリーは30ドルぐらいですね。プロビンシャルとあまりかからないです。で、クイーンズランド州は、メトロでもプロビンシャルでもカントリーでも一律65ドル。で、これに、あのー、消費税10%かかる形となっています。で、この、ノミネーションの、あの、登録なんですけど、 もしレースに出走させた場合は、えー、かかりません。レースに出なかった時だけかかるお金なんですね。で、まあ、このようにちょっとまたね、詳しく説明したいと思います。で、ノミネーションあしますね。で、そうすると、あの、登録した馬たちが発表されます。で、ここであの何が起きるかというと、今度はアクセプタンスと言わ,言われている、あの、出走意思表明というものを え、行わなきゃいけません。それが、だいたいレースの2日前ぐらいですね。で、まあ、流れ言うと、ノミネーションした後に、あの、まあ、1日か2日後ぐらいに、ウェイトというものが発表されます。それが、ま、金量ですね。あの、どの馬が何キロ背負うのか、ということが発表されます。で、これが、あと、あの、まあ、特にオーストラリアはハンデ戦が多いので、金量が重いほど、えー、優先出走順位が上になりますね。 で、ここで相手関係だったり、金量を見て出走させるかどうかをまあ検討したりします。で、大体の調教師が、まあ、1頭につき、まあ、この、今週この馬を使いたいというときに、2つか3つかレースを、まあ、選んで登録をして、まあ、どれがいいかな、どれくらいの金量になるのかな、相手関係どうかな、みたいな感じで、え、行っていきます。 ま、検討後に、レース、このレースに収束意思表明をしたいと決めたときに、アクセプトします、ね。で、そう、アクセプトした場合、あの、先ほど説明した、あの、レース登録料がかかりません。ただになります。まあ、一部の重症、あの、G1 だったり、G2 だったり、その予備登録ですか、第1、第2、 あの、ノミネーションがあるときは、そちらは、えー、ノミネーションがかかりますが、だいたいリステッドレースだったり G3 でも基本的にかかりません。で、もし、レースにあ、レース、アクセプトしなかった場合、ここで初めて、えっ、ー、と、レース登録料、ノミネーションのお金が発生します。で、 アクセプトしたまたち、ね、出走意思表明したまたちの中から、ここで枠順が振り分けられます。で、オーストラリアは、えー、そのアクセプトしたまたちから、えー、枠順発表がされて、出馬表が、えー、決まっていくのですが、えー、その中にあの、エマージェンシーと呼ばれる補欠枠っていうのがありますね。で、これが何かというと、あの、オーストラリアは、のレースですね、あの、小回りで短距離戦が多いので、 あの、基本的にレースは、えー、内枠が有利です。えー、内枠1,2,3,4ぐらいが、もう断然有利になります。で、オーストラリアのレース体系は、もう、あの、2列でこう、対列をこう作って、ラチの内側1投目とその2投目、そこにきれいに並んで道中進んでいくので、外、あの、まあ、3ワイドという英語で言うんですけど、あの、 ラチから3等分外とかにいると基本的に勝てないんですよね。で、また、まあ、4とその、まあ、日本のね、あの競馬とかで結構外で回って勝つ馬とか多いじゃないですか。まあ、基本的にオーストラリアは、えー、勝てないです。あの、ウィンクスだったりとかね、もう超強力な馬だったらまた話が違いますけど、基本的にあの外、外外をずっと回ってる馬っていうのは短距離戦でも長距離戦でも、 最後、大体出すあの、失速しますね。なので、枠順発表の時に、もし外枠を引いてしまった場合、その時に、あの、まあ、スクラッチと呼ばれる出走取り消しをすることができます。で、その出走を取り消した馬たちを補うための補欠枠、エマージェンシーというのがありますね。はい。で、このスクラッチ、えー、出走取り消しなんですが、 レース当日の午前7時半までできます。それ以降は必ず馬を出走させなければいけないという義務があります。で、このスクラッチ代というのが、まあちょっとあの複雑なんですけど、これがね、あのコストが膨らむ原因となります。でなぜかというと、まあ、まず説明していくと、 まあもし、その枠順発表後に、え出走馬が怪我だったり、病気になってしまった場合、レース前ですね。で、獣医が見て、あ、これはレースに使えないという診断が下った場合は、えお金がかかりません。えただで、スクラッチできます。もし、あの、枠順が、あ良くないな。ね、馬が健康だけど、枠順だったり、他の理由でスクラッチしたいという場合っていうのが、あの、 ま、大体なんですけど、あの、毎回90ドルから120ドル。まあ、週に寄ったりとか、メトロだったりとかによって違うんですけど、まあ、90から120ドルぐらいかかります。で、ま、ここで、あの、枠順発表後に、あの、行わなきゃいけないあの、機種の選択ですね。機種指名ですね。で、ここなんですけど、あの、枠順発表後、機種指名をして、その後スクラッチした場合っていうのは、 レース気乗量が発生するんですね。そうすると、スクラッチ代が230ドル以上ぐらいに一気に上がります。で、ここがまた難しい点なんですけど、あの、騎士を選ぶ際ですね。あの、レースのノミネーションの発表後に、騎士のエージェントと、まあ、教況師が結構いられたりするのですが、やっぱり人気上記はすぐに奪い合いになってしまうので、 枠順発表前の時点で出走意思表明の前にもう機種指名をするので外枠でも名前、ジョッキ、機種指名をしますスクラッチした場合も機場量が入りますので乗ってくださいっていうことが基本的にあの人気ジョッキーを取るためのセオリーですねこれがあの大手旧社の まあ、やり方ですね。あの、大手の大きな傾斜っていうのは、あの、もう早めにいいジョッキを確保するために、万が一、外枠を引いてしまっても、スクラッチをしても、ジョッキにお金が入るように、早めにもいいジョッキを確保します。で、まあそうなんですよね。で、大手の傾車っていうのは、同州に、あの、まあ2つとか3つとか、レースを、あの、同じまで、 ま、アクセプト意思、あの、出走意表明をして、で、出走場と枠順が決定してから、どのレースが一番チャンスがあるのか、どのレースだったら勝てるのかっていうのをいろいろ検討して、で、使わないレースを全部スクラッチ。もちろん、騎士も指名してあります、全部。そうすると、もうレースに出る前に500ドル、600ドルかかるところもありますね。 ただ、うちみたいな、あの、小さな料者、中小級者は、あのー、万能主様方のコストをできるだけね、抑えたいというのがモットーなので、まあ、まあ、ここがまたね、難しいのとこなんですけどね、やっぱりいいジョッキーっていうのはすごく大切なので、まあ、リーディングトップでないが、枠と相手関係を見てから、機種指名を、 して良いって言ってくれる良い騎種を探したり、またはもうこのレースしかない、もう外枠でも絶対使うっていう場合は、もう枠順発表前に良い,い状況を取りに、早めにね、あの、連絡したりしますね。はい。こんな感じで、えー、レースの登録と意思表明、そしてレース出走前の流れがこういう感じで行われています。で、まあ、 おさらいすると、まずレース登録、ノミネーションがあって、その次にアクセプタンス。そこで意思表明します。出るか出ないか。で、もし除外されなかった場合は出れるので、ジョッキーを乗せなければいけません。ジョッキーを乗せた後にスクラッチをする可能性もありますし、そのままレースに出たら、基本的に ノミネーション代、アクセプト代、スクラッチ代、何もかかりません。ね。だから、まあ、難しいところですよね。やはりね、あのー、勝てるレース、特にオーストラリアは、あのー、同じ日に近場で何個もレースがある時があるので、とにかく相手関係だったり、馬場状態だったり、 まあいろいろ考慮してねやはりね勝てるレースできるだけ上位に来れるレースを探していくっていうのがそれがまあ調教師の仕事ですので、まあ、どうしてもねあのー、かかってしまうコストのところですねでこれがああのー、まあ、こういうコストなどを、まあ、入れると先ほどお伝えしたようにカントリーでは月4000円ぐらいプロビィンシャは月5000円メトロだと6000円以上になることが これからも、えー、オーストラリア競馬についていろいろと発信していきたいと思いますのでもし何かご質問等がありましたら、えー、こちらのチャンネルのコメント欄に、えー、または Twitter、えー、だったり私の E メージアドレスまでにご連絡くださいで今もあの共有馬、えー、オーストラリアで、えー、共有話になる というね、あの共有募集がたちがいますので、よろしければ、えーまあ、こちらをクリックしていただいて、よかったら見てみてください。それでは。